さらに接近しています。やばい、このままだと3つともすべてリトルグリーンメンとなっています。 Hey man、 あら皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランドのパンケーキをご紹介しました。いただきます。今回はディズニーグッズのご紹介です。今回の動画最後まで見ていただきますと、ディズニーグッズご紹介、ディズニーのお箸特集、ミッキーミニーのお箸、箸置き全5種類セット、こちらが分かるなってたので、ぜひ最後にこのギュドルシーです。今日のペンツはこちら。今回はディズニーグッズのご紹介です。ディズニーのお箸、ミッキーとミニーのお箸と箸置き全5セットをご紹介していきます。ぜひこれからのディズニーのお買い物の際に参考にしていただけると幸いです。それでは早速ご紹介していきます。まずはこちら、ミッキーとミニーのお箸です。ミッキーとミニーがお互い見つめ合っちゃってますね。僕も見つめ合いたいな。こちらのお箸、お値段は1膳1200円です。裏の注意事項を見ると、食器洗い乾燥機の使用はできないようです。なので乾かすときは優しく拭いてあげてください。ちなみにこちらのお箸は日本製、品質はご覧の通りです。いろいろ入っています。それではこちらのお箸、中を見ていきたいと思います。開封しました。ミッキーとミニー、2人の恋の熱気が袋を開けるとブハーッとこちらに届いてきます。熱々ですね。あ、だんだん距離が近づいちゃってますね。さらに接近しています。やばい、このままだとチューしちゃいました。このまま見てられないので、ぶった切ります。ふぅ、こちらはミニちゃんのお箸です。1回転させるとミニちゃんの全身が描かれているのがわかります。とても可愛らしいです。頭の部分はこんな感じです。まろやかな四角形になっています。それではこちらのミニちゃんのお箸を使って何か掴んでいきたいと思います。掴むのはこちら、ポッキーです。こちらのポッキー3本を右のお皿に移動させたいと思います。続いては箸置きです。箸置きシリーズ、まずはこちら、ミッキーのバルーンの箸置きです。こちらの箸置き、お値段は1600円です。耐熱温度は70度まで、電子レンジやオーブン、食器洗い乾燥機では使えませんのでご注意ください。また他の注意事項として、オレンジオイル系の洗剤は使用しないでください。熱湯をかけないでください。長時間水に浸さないでください。 YouTube のチャンネル登録をしてください。このような注意事項があります。開封しました。赤、青、ピンク、黄色、全部で4色の箸置きが入っています。ちなみに裏面はこんな感じです。透明のプラスチックの部分は取り外すことができます。お箸を置くとこんな感じです。箸置きによってあら不思議、一気に食卓がディズニーになりますね。非常に可愛らしいです。箸置き横から見るとこんな感じです。お箸がギリギリのところで机から離れています。続いての箸置きはこちら、パークフードのスイーツがモチーフの箸置きです。こちらもとても可愛いですね。こちらの箸置きもお値段は1600円、電子レンジやオーブン、食器洗い乾燥機では使えません。開封しました。パークフードがそのままミニチュアに、大変リアルで再現度が非常に高いです。このまま食べちゃいそうですね。裏面はこんな感じです。こちらはワッフルの箸置き、グレートアメリカンワッフルカンパニー、こちらで先日食べてきたワッフルです。こちらはミッキーのクッキーサンドアイスの箸置きです。食べたくなっちゃいますね。非常に見事に再現されています。今度はこちら、ミッキーアイスバーの箸置きです。ミッキーアイスバーは僕が先日ディズニーランドで食べて溶けてベタベタになったアイスです。続いてはこちら、続いてもパークフードをモチーフにした箸置きです。こちらの箸置きも1600円、電子レンジオーブン、食器洗い乾燥機ではご使用できません。箱から取り出しました。こちらのパークフードもとてもリアル、外側の入れ物までしっかり再現されています。まずはこちら、アップルカスタードデニッシュです。僕はこれを食べたことがないんですが、とても美味しそうです。耳の部分をぶった切りたいですね。
今度はこちら、ミニーアイスバー。これがモチーフになった箸置きです。今回買った箸置きの中で、唯一ミニーちゃんのデザイン。今後こちらの箸置きは、僕の毎回の食事の箸置きに使います。お次はこちら、グローブシェイプ、チキンパオ。チキンパオ？チキンパオ？これがモチーフになった箸置きです。グローブシェイプチキンパオは、パークフードの中でも僕のおすすめの一品。ディズニーランドで販売しておりますので、ぜひ食べてみてください。箸置きシリーズの後半戦です。今度の箸置きは、ディズニーのお土産。こちらがモチーフになった箸置きです。こちらのお値段も1600円。電子レンジオーブン、食器洗い、乾燥機では使えませんのでご注意ください。箱から取り出しました。どれもディズニーのパークで売っているお菓子のお土産の箸置きです。裏返すとこんな感じです。中の部分は空洞になっています。まずはこちら、ドナルド、そしてチップとデルが書かれたこちらのお土産。中身はチョコクランチ、ミルク味で大変美味しいお土産です。お次はこちら、トマトスナックの箸置きです。こちらのトマトスナック、ディズニーのパークでかなり大きなサイズで売られています。僕はこちらのトマトスナック、まだ食べたことがないので、今度購入してご紹介させていただきます。そしてこちら、お次はベイクドチョコクランチ。こちらがモチーフになった箸置きです。通常のチョコクランチと比べて、焼いた香ばしさが感じられるクランチです。食べ終わった後はこちらのケース、何かの入れ物としても活用することができます。そのベイクドチョコクランチのケースが、しっかり再現された箸置きです。そして最後の箸置きがこちら、リトルグリーン麺の箸置きです。こちらの箸置きは、3つともすべてリトルグリーン麺となっています。Hey man!こちらの箸置きも1600円。電子レンジなどは不可です。開封しました。3つ並べるとやはり可愛いですね。ご家族や兄弟でお揃いのを使うのも良さそうですね。ひっくり返すとこんな感じです。真ん中部分に穴が開いてまして、中を洗うことができます。一人で使う場合はリトルグリーン麺全部を使って3点でお箸を支えることもできます。僕はこれでいきます。大人ですね。はい、ということで今回はディズニーグッズご紹介、ディズニーのお箸特集、ミッキーミニーのお箸、箸置き全5種類セット、バルーンの箸置き、ミッキーワッフル、ミッキーアイスバー、クッキーサンドアイス、アップルカスタードデニッシュ、ミニーアイスバー、グローブシェイプチキンパオ、チョコクランチ、トマトスナック、ベイクドチョコクランチ、リトルグリーン麺、こちらをご紹介してきました。日常使いできるお箸のグッズ、どれも可愛いデザインなので、ぜひ気に入ったものをゲットして食卓をさらに彩ってください。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。今回のディズニーグッズソロ、続いてはこちらです。耐熱温度は70度まで。このような注意事項があります。こちらはミッキーのクッキーサンドアイスの電子レンジオーブン食器洗い検査機では使用不可です。電子レンジオーブン食器洗機で食器洗い機ではご注意ください。これがモチーフになったデザート、間違えた、ミルク味で大変お土産。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 YouTube の他にも音声配信、ボビーのレディオ、ボビーのオンラインショップ、ボビーのノートメンバーシップ、これらもやっておりますので、ぜひ概要欄からご確認いただけますと嬉しいです。それでは最後にじゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけんポン。僕はパーを出しました。負けた人は明日箸を使うの禁止です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。